来月3日のひな祭りを前に、伊豆の国市の旅館では女の子の健やかな成長を願うひなの吊るし飾りが無料で公開されています。伊豆の国市の旅館大鳥荘のロビーに展示されたひなの吊るし飾り、長寿の象徴の鶴や亀などの縁起物のほか、今年の干支のうさぎなど、その数およそ5000個です。このひなの吊るし飾りは22年前に始まり、飾りはすべて王妃と女性の会と天城尺投げの会の手作りです。展示は4月3日までで、毎日正午から午後3時まで無料で公開されています。